うん。やっぱり、あの、自分が少しでも良くなりたいとか。あの。自分の人生を、もっと充実して、納得していきたいっていう人に、受けてもらいたいですね。あの。変えてもらいたいと思ってる人は。ちょっと向かないかもしれないですね。こう。要は、決まっていて、人生が決まっていて、いいことだけ言ってほしい。とか。あの、都合のいい。 あ,のあれなんでしょう要はねその不安があるじゃないですかその人の考えてる不安ほとんどが想像上の不安なんですけどそれを私は先生術を通して不安という妄想を消してリアルな現実の中で気づきを得て人生を豊かにしましょうっていうスタンスなんですけど中にはその不安をより一層なんかいい妄想で上書きして想像して安心したいっていう人がたくさんいるんですね。 いわゆるスピリチュアルな世界あのそういう、まあ、みんながみんなそうじゃないと思うんですけどそういうちょっと根拠のないあのいいことを言うとかなんかそういうのってごまかしているだけななのでで根本が変わらないんですよねで私いいこと言われた絶対大丈夫って言って現実を見ずに妄想だけで生きてるといつか夢が覚めますからその時に大変どうしようってなるので。 そういうい不安とか妄想ではなくこうリアルな生身の自分の今の人生として幸せになるためにあ幸せになりたいと思っている人に受けてもらいたいなのでごまかしたいと思っている人は違うところ行ってくださいっていう感じですね、はい、そんな都合のいいことは言えないですから、はい、もう妄想だけじゃんってそれ,それって言ってみたらちょっとあの頭痛いんですとかちょっと風邪ひいて熱高いんですっていう人にずっとモルヒネ打ってるのと同じなんで。 と体に良くないじゃないですか。自分で治す力と生きる力をあの持ってもらいたいなと思いますね。